優別町 A バスとは、北海道オホーツク総合新興局管内の門別郡優別町が運行する自治体バスである。1970年代より、沿線人口の流出やモータリゼーション化によって、利用客が少なくなり、民間事業者による維持が困難になり廃止された路線を、いわゆる80条バスとして町自ら運行するものである。自治体合併後も、 旧町から引き継いで運行され、最低運賃と陳率は旧優別町のものに、定期乗車券の割引率は旧上優別町のものに合わせられている。民間事業者は北海道北見バスと北門バスが運行する名寄本線バス代行路線が乗り入れる。網走バ,バスが運行する有毛線バス代行路線は2010年10月1日付で廃止され、 同日より中優別バロ館で、長栄バスの運行を開始。ケロチサロマ館は、原則町民専用の乗り合いハイヤーが、完全予約制で、週2日運行される。鉄道廃止によるバス代行路線以外は、自治体合併までにすべて廃止された。2007年4月1日より、北海道北見バス及び共同運行会社により、中優別、 上雄別と札幌市の間に高速バスが運行されていたが、2012年4月1日より、全便縁軽町発着となり雄別町乗り入れは廃止されている。1946年より、北門バスが中雄別線を運行したのを皮切りに、1949年5月より、北見バスが雄別線、1950年より三里浜線と上馬路線を運行した。また、 後日の通り町営バスが東場老線と若狭線を運行し、1957年に北門バスへ譲渡し、民間路線となっている。北門バスと北見バスは1962年に相互乗り入れで北見円軽優別門別館の急行バスと円軽優別門別館を開設。優別円軽館は30分に1本の高頻度で運行された。同年には、 北門バスが東馬郎線と若狭線の営業権を北見バスに譲渡している。北見バスがサロマ湖観光用の定期観光バスを運行していた時期もあった。上馬郎省は40年代に制定された地方バス路線運行維持対策要項では、北見バス路線の大半が生活交通路線に該当となり、路線維持補助金を受けても公転しない路線の廃止が推し進められ、 町内では三里浜線、東馬路線、若狭線が廃止対象となった。その他の路線は幹線系統であることや、鉄道廃止によるバス代行路線化などもあって維持されたが、北見門別間の急行バスは、直通需要の減少などから円があるを境に、系統分離され、普通便に振り替えられた。生活交通路線の上馬路線は、他路線が廃止される中も補助金を受けながら、 存続していたが、エンガル町が補助金教室を取りやめたことにより、合併直前の2009年10月1日付で廃止され、同日より東馬ー、上馬ー、西馬ーとエンガルとの間に原則町民専用の乗り合いタクシーを完全予約制で運行し代替する。北門バスの路線は、北見バス同様に鉄道廃止によるバス代行路線化などによって維持されていたが、 北見バス撤退後も運行を続けていた、急行北見線は2009年4月1日に廃止され、遠軽優別門別館の普通便に振り替えられている。なよろ本線バス大航海指示には、名刺バスも乗り入れていたが、2001年に路線短縮により乗り入れなくなっている。戦後の独自運行、編集優別町営バスには、民間事業者の路線がなかったために、 民間事業者と同じ一般乗り合い旅客自動車、運送事業で運行したバスが存在した。戦前は、現在の北海道北見バスエンガル営業所の、前身となる、エンガル乗り合い自動車講師会社、さらなる前身会社である、優別乗り合い講師会社及び東助自動車、講師会社によって、優別紙優別やバロエンガルなどが運行されて、いたが、北海道における、 旅客自動車運輸事業統合要項による北見乗り合い自動車への統合以降は鉄道並行であることや物資不足などからほとんど運行されることはなく1944年に休止された。戦後、優別市街地付近では1946年に運行再開したもののバロ方面は再開されなかったため町が独自に東バロ線と若狭線を運行した。 担当者の尽力によって当期間の運休もほとんどなく民間事業者の運行でも採算が取れるめどがついたことから1957年に北門バスへ譲渡し町営バス業務は一旦終了となった。旧上雄別町における民間事業者の動きは路線の大半が旧雄別町とまたがっていたため大半が同じである。旧雄別町に乗り入れない路線は 1955年8月より、北見バスが、富見線を運行したが、昭和40年代に北見バスが行った赤字路線の整理統合によって廃止されている。旧有別町域で運行されていた、スクールバスは、一般客の乗車が認められ、登下校に合わせた運行ダイヤであること以外は、町営バスと一体的に扱われ、車両も区別なく使用されていた。 2011年4月1日より、町営バスを最大限活用するため、スクールバスのみであった路線に、曜日によって、峠港時刻以外の運行便の設定他路線との接続を考慮した改正が行われた。スクール便は運行時刻が変更となる場合がある。1970年に廃止された、北見バス東は路線の廃止代替バス。当初は、優別に発着していたが、 バル発着に短縮されている。2009年9月30日までは、上バローにて、北海道北見バス上バロー線と接続していた。北見バス踏み線の廃止代替バス。一部便は朝日、川西線と直通する。1974年に廃止された、北見バス三里浜線の廃止代替バス。サロマ湖永久湖行付近に至る観光路線の役割も持つ。 2011年4月1日に同じ区間で運行されていたスクヨルバスとエトコ線を統合。1989年5月1日、一部便は富見線と直通する。ケロチ、中優別線1969年に廃止された北見バス若狭線のうち、優別町域区間の廃止代替バスとしてケロチ線の運行を開始。町営バス運行開始時はケロチ線であったが、 スクールバス市、なでこ線を統合し、軽量地、渋士線となった。1987年3月20日の有毛線廃止により、あばしりバスがバス来航路線の運行を開始したが2010年10月1日に廃止され、同日より、有別町域区間の廃止代替バスとして、中有別発着に延長。ケロチ中有別線に改称された。一部便は、バロ地区で、 アロ小学校、古良中学校を経由する。2011年3月31日まで、スクールバスのみの路線。登下校時刻以外の便は月曜、金曜運行。2011年3月31日まで、スクールバスのみの路線。登下校時刻以外の便は火曜、木曜運行。全便スクールバスで運行。ありがとうございます。